28センチの松井よく取りました。そして松井のシュート、あーいいね、フェイダーウェイシュート、石から残り5秒、石谷はどうするか、中に入っていくのパス、松井が角度のないところからのシュート、決めた。残り10秒ショットクロック、東島からパス、松井圭次郎フェイクからフリーできた、スリーポイント決める、今日2本目、これが決まりません。単発のシュートになりましたね。昨日はね、決め切ってくれたらあれだったんですけど、今日はあまり調子良くないですからね。松井、はい、